はい、これね。はい、読売新聞。中国企業世論工作商品。まあまあ、こういうのあるって思ってましたけども、やっぱあったのねっていうね。なんかこういうニュース見ても、ええとは思わないです。絶対あるとは分かってましたから、これバレちゃったわけですよね。こういうのってバレちゃいけないわけですよ。ポロられちゃったわけですね。 ああ、知ってるよえ。そんなん作ってんのは知ってるよ、と、うん。バレちゃったのね、っていうね、ことです。はい、ちょっと読んでいきましょう。中国企業世論工作商品。X 乗っ取り発信家 中国政府と取引関係にある IT 企業が X のアカウントを通じて世論工作を仕掛けるシステムを開発した疑いがあることが分かったこのシステムを紹介する営業用資料とみられる文書がインターネットに流出していた日本の情報機関も入手して本物とみて分析を進めており中国の対外世論工作との関連を詳しく調べている、はい、結局ね、そのいや要するにすごくずるいやり方ですよね はい、もし例えばアメリカ人、日本人に中国にいい印象を持ってほしければそういう振る舞いをすればいいわけですよ。日本人の社員をいきなり拘束してとかね、えー、とにかく日本、アメリカに嫌がらせばっかりしてるじゃないですか。 そうしたら中国に対して警戒もするし国家情報法もそうですよ警戒もするし嫌悪感も持つんですよねそんなに警戒されたくないそんなに何なかついてほしいんだったらそう思われるような行動を取ればいいわけですよで日本、アメリカに対してねものすごい嫌がらせをして尖閣とかあんなにね嫌がらせをしてそれでいて世論工作をして中国のイメージを上げたいってバカかって話ですよ でそういうねクソみそな行動を取っておきながら中国よく思われたいっていうシステムを作ってるってこれってんかんか「なんか下の「下だよね古速だしずるいしええ、そんなことしてまで <laughs> いいイメージ持ってほしいのかとお,お前ら尖閣で何やってんだって話ですよ えー、えでも中国のほどよく思ってほしいからえ世論工作システム作っちゃうわけですよね、えー、<laughs> でバレちゃうわけですよますます嫌いになるよね <laughs> 本当にいいよく思ってほしいんだったらさこんなもん作ってんじゃねえぞっていうねこういうのって往々にしてバレるんだよはい <laughs> はい、読みますよ。えー、続きね。ネットに流出した文章は約20ページで上海に拠点を置く安純新速技術有限行使のものと見られる。2月中旬、同社の別の内部資料とされる約580ファイルとともに IT 技術者らがネット上で情報を共有するサービス GitHub に公開された。読売新聞が入手した文章には表面に中国語でツイッター世論誘導統制システム製品紹介資料 ととといいう題名と2022年の第一であるることが書かれているシステムの目的は中国国外の世論を監視し工作を仕掛けることとし冒頭には好ましくない反動的な世論を検知するニーズに応えるためのシステムを構築した社会の安定には公安機関が世論をコントロールすることが極めて重要などと示しているとなので私のツイッターアカウント X アカウントなんかもう完全にこのシステムの監視対象にね まあフラッグが立ってたと思いますけどもねはい文章などによるとこのシステムを使って他人の X のアカウントに不正 URL を送付し送信させるあクリックさせることでアカウントを乗っ取ることができるっていうかさ乗っ取ることができるシステムを政府に納入してるわけでしょこれひたすら犯罪じゃねえかって話ですからね <laughs> やばくないかしかも外国でね えー、外国民が使ってるところ、ね、不正の URL クリックさせてアカウント乗っ取ってっていうかこれただの犯罪だろ、えー、この犯罪システムを中国政府に売り込んでんですよやばいよねこれそれでいて中国はなんか立派な国だみたいに振る舞ってますけどどこがやねんというねもう、えー、ほとんど暴力団とやってること,と一緒ですよこれ え合法違法国際法関係ないというねこんな拘束なこんなにねあの不誠実な手段をこれ政府納入で買ってヒッヒッヒと日本人アメリカ人のアカウントを乗っ取ってどんどん中国にとって都合のいいことを発信させろってやばいっすよねこれが中国ですよええ、まあ、知ってましたけども 具体的な会社名とか出てくると本当もうおえって感じですよねこれねええーまあ、知ってたけどやっぱそうだよなって思いますよねこういうずるいことってバレるんですよ「天網開開楚にして漏らさず」って言いますでしょ神様はね神様はこう見てるんですよ 悪いことってコそコソしてたらバレなそうに見えるけれども最終的にはちゃんと捕まえるんですよねはい天の神様が持っている網というのはね粗く見えるからすり抜けそうに思うけれどもでも実は漏らさず取るんだよっていうねはい天網解解ソにして漏らさずねはいだからこういうことをやればやるほど日本人もアメリカ人もヨーロッパの人たちもね 中国に対するイメージはどんどんん悪くなります、はいはい続きね、その結果、本来は外部から閲覧できないダイレクトメッセージを盗み見たり中国当局の意に沿った意見を勝手に投稿したりすることが可能になる。 日本政府関係,関係者によると、近年他人に乗っ取られたとみられる X アカウントが中国語や日本語で中国の反体制派を批判するケースが相次いでいる。もうだからそういうのあるから、ああ、なんかこういうね、乗っ取って世論を誘導するとやってるんだなーってみんな知ってましたけども、営業資料が出てきちゃったって話ですからね。えー 同社のホームページによると、同社は2010年に設立され、北京や四川、えー、などに拠点、スパイの摘発などを行う国家安全省に IT 製品を納入する業者に選定されたほか、国全体の治安維持にあたる公安省や地方警察の公安当局をパートナーとして紹介、各機関から送られた感謝状も掲載していた。流出した約580ファイルには、同社の契約代帳も含まれ、利用者の多くが地方都市の公安当局だった。 通信アプリ、テレグラム向けの工作システムとみられる製品を地方の公安当局に販売した記録も残されていた読売新聞は同社に電話やメールで問い合わせたが11日夜までに回答はない同社の動向を20年から中止している台湾のサイバーセキュリティ企業 えー、TEAMT5 チーフアナリストのチャールズ・リー氏は資料に掲載されている工作の手口などから本物の流出文章と確信しているとの見方を示したさらに中国が世論工作のために西側諸国の SNS を利用する意思と能力を持っていることを示す初の証拠だと指摘したということです、まあ、まあ卑怯ですよね下の下ですよねおよそね 国際法の主体である国家がすることじゃないですよ。はい。中国は経済大国にはなったけども先進国にはなれないです。だって、やってることが野蛮だからね <laughs>。